つ目のニュース、ゆりです。先日サイクンの奥の方へキャンプに行ってきました。山を2つくらい越えたところにある海辺なんですけれども、そのことを知った方から、その場所は今週末の流星群がとてもよく綺麗に見える場所だと思うよということを教えていただきました。2020年の流星群は7回あったようなんですけれども、今回の双子座流星群が2020年最後の流星群になります。12月4日から12月7日までが一応期間になってますけれども、見るのにとても良いタイミングは12月の13日と14日の週末です。しかも時間帯は夜9時から朝6時まで、とてもいいタイミングだと1時間に150個くらいの流星が見れるみたいです。詳細については香港スペースミュージアムのホームページに行くと載っているんですけれども、ミュージアムのホームページでは流星群の見え具合というのを5段階に分けて評価しています。2020年7回あった中の今回は一番いい見え具合、とてもよく見えるの評価がついている回ですので、興味のある方はちょっと大変ですけれども、サイクンの奥の奥くらいまで、そうですね、街の光が届かないくらいのところまで足を運んで空を見てみるといいかもしれません。サイクンの山の奥、全然空の見え具合が違います。私は香港でオリオン座がこんなに綺麗に見えるなんて思わなかったし、ちょうど私たちがキャンプをした時は月が明るい夜だったんですけれども、月の明かりで影ができるほどの明るさでした。なかなかコロナもあってキャンプもどうなのかなと思う方もいらっしゃると思いますが、今回行ってみた感想としましては、やはり皆さん同じように思っていて、コロナは怖いなとか、集団行動はダメだよねとか、そういったところは比較的わきまえているので、お互い適度な距離をとって、それぞれがそれぞれに楽しむような感じになっていたかなと思います。香港で見る双子座流星群、うまくご覧になれた方はぜひ教えてくださいね。どこでどのくらい見れたか教えていただけると、また来年の流星群の時の参考になると思います。2つ目のニュース、こんにちは、かずみです。最近コロナの波がまたやってきて、シンガポールトラベルバブルも2週間延期から年内中止に変わってしまいました。どこにも行けず、日本にも行けず、香港内で悶々とされている方も多いのではないでしょうか。私の香港人の友達は日本へ遊びに行けないのが辛すぎて、 YouTube で渋谷とか新宿とか検索しながら日本の街の様子を映像で見て楽しんでいるようです。幸いにも香港には日本のものが多くあり、結構何でも手に入ります。また日本料理のレストランも結構たくさんありますよね。そんな中、日本酒飲み放題のお店がコーズウェイベイにグランドオープンしたようです。お店の名前は酒のは離れ。飲み放題メニューには日本酒だけでなく果実酒、焼酎、そして生ビール等も含まれているそうです。お値段は1時間180香港ドル。それ以降は15分ごとに25香港ドル追加されます。3時間以上になると上限380香港ドル。私の感想としては結構お値打ち価格かなと思うのですが、皆さんどうでしょう。でも3時間4時間と飲み続けると結構酔っ払いますね。お酒だけずっと飲み続けるのはちょっとっていう方もご安心ください。こちらのお店レストランでもあるので、日本酒に合う美味しいお料理もあるそうです。またオーダーは自分の携帯で
QR コードかな、コードをピッて読み込んで注文する非接触型なので、この時期にはとっても安心です。コロナでなかなか楽しみを見つけるのは難しいですが、気分転換にちょっと外へ出て日本酒を楽しみながら日本気分を味わうのもいいのではないでしょうか。本日のニュース終わり。